どうも、ブヒケンです。本日は木曜日、作業を始めていきましょう。ブレーキですね。昨日ちょっと動画出してないんですけど、昨日もねめちゃめちゃちょっと作業はしていました。で、ちょっとね師匠にお願いしてね、一回ちょっと来ていただいてブレーキ踏んでもらえませんかってお願いしたんですよ。僕の考えすぎなのかなと、踏み後ろの入るのが、ほんで来てもらったら師匠も、僕の動画見ててくれて、ちょっと考えすぎな、神経質になりすぎなんじゃねえのかって思ってたけどな、なんつって言って座って踏んでくれたんですよ。で負圧かかる前だといいんだけど、でエンジン回してちょっとスコって入るじゃないですか、でそれが師匠もあれちょっとおかしいなって、こんな入るもんかなって、こんな入るもんかなというか、こんな柔らかいかなって言って、硬すぎるよりは柔らかい方がいいけどって言って、でちょっとそのままエア抜きをちょっと一緒にやっていただいて、師匠直々にちょっとやってもらって、僕が中で踏んでて、そしたら左後ろにちょっとエアがやっぱり噛んでたんですよね。それを完璧に抜いてもらって、大丈夫だろうってなって、でちょっとこっちのドラムカバーも取ってね、ブレーキの調整もちょっとしたんですよ。他にもちょっとね調整を今からするんですけど、それは後でいいや。見て作業してたら、師匠がやっぱりこっちのブリーダーはどうだったっていうもんで、僕動画で出したじゃないですか。でいやちょっと怪しいですけどねなんて話をしながらでやってたら、師匠が言うには後ろのこっち側もちょっと怪しい感じがするけどなと、配管が入ってるとこね。でその状態で、あとは細かい調整をちょっともう一回やってみろっていうふうに言われて、ほんで走ってみろと、それでどういうふうに変わるかでね、よいしょ、ちょっと映るかどうか、映ってるな、わかるかな、向こうに鏡を置いてあるんですけど、ここがちょっと怪しそうだっていう感じだったもんで、ちょっと締め込んで昨日、締まりませんけどねこれ以上でも、一応こうマス締めみたいのして動かないけど、ちょっとお掃除して置いてあったんですよ。今カラカラに乾いてるでしょ。カラカラに乾いてるよね、どこも滲んでないよね。この状態にしといたんですよ。でフロントの怪しい、よいしょブリーダーの部分ね、ここもちょっと完璧にカラカラに乾くようにお掃除しといたんですよ。でこの状態でっていうか、昨日こっち側もね綺麗にお掃除して、今カラカラに乾いてる最中っていうか乾いてる感じなんですよ。でワッシャー変えたとこも一応念のためねお掃除して、で今やっぱり前も後ろもカラカラに乾いてるでしょ。よし、じゃあこれでちょっと踏んでみますね。今朝一発目で踏んでガコンって入っちゃうようだったらもうエア噛んでると思うんだけど、でなおかつその状態で踏んで漏れてこないかちょっと見るね。今の状態で漏れてなきゃ大丈夫だと思うんだけど、はい、踏みます。負圧がかかってない状態です。いいっすね、負圧がかかってないとこれぐらい。ペダルもちょっと後で調整しますけどね、またちょっと何回も踏みます。ちょっとゼハゼハしちゃう。ではちょっと見てみましょう。ワッシャーとか大丈夫ですね、やっぱり。で、ブリーダーのとこ今んとこは出てないな、今んとこは出てないから大丈夫。エアも噛んでなかったからな。ちょっと後ろ見ましょう。大丈夫そうですね。この辺がちょっと怪しいんじゃないかって話だったんだけど、今んとこは大丈夫。大丈夫だと思うよ、漏れてない。映ってるかどうか分かんないけど、よし、
よし。よし。ちょっとクリアした感じもする。まあ、やっぱあの師匠も言ってたんですけど、ふわつかかった時の入りがこんな軽いかなっていうのをやっぱりね、うん、言ってたんですよね。まあそれでもまあスコって入るけど、そこからちゃんと効いてる踏みしろがあると思うから大丈夫だとは思うけどなと、うん、であとちょっと細かい調整をもう一回してみろ、でその後ちょっと走ってみるしかないなっていうので、教えをちょっといただいたので今からちょっと調整をしたいと思います。はい、さてと今調整をするために、うん、もう気持ちいくか、ここですね、ちょっとこう広げるっていうその調整です。よいしょ、一応ちょっと距離を測っておいて、やってみていいか。調整した状態でちょっと踏んでみますね。さっきよりちょっと踏みしろが出たな、うん、これでもし引きずっちゃうようだったらまた調整しなきゃなんないけど、あれをレフトあれがこう上に上がれば、うん、ちょっとあれになると思うんだよな。よし、では今度このペダルちゃんの遊びと、でもう一つちょっとやりたいのが、ここのあの、よいしょ、これね、これがあのマスターシリンダーのこうとこにつくとこなんですけど、ここがねちょっと伸ばせるんですよね、こっちへ、うん、それでちょっと遊びもなくなるかもしんないけど、ちょっと外してもう一回ちょっと見てみますね。これこっちへ動いてくれるかなちょっとやってみます。はい、ここですね、これをちょっとだけ前へ出します。ちょっと最初についてたやつとほぼ一緒ぐらいかな、いや最初についてたやつの方がもうちょい出てたと思う、うん、ちょっと調整してってみますね。ちょっと最初測っとこうか、このぐらいでしょ、うん、ちょっと寸法でやろう、ちょっと待ってね、やりづれ、わかんねえここから4mm ぐらいあるな、4mm ぐらい、ねちょっと待って、2mm ほど出してみたけど、うわー危ないこのぐらいでどうかな、ちょっと出しすぎたので引っ込めます。4mm、まあいいや、ちょっとやっていこうちょっと踏んずばいてみます。ほんの数ミリずつだけどね、それでも変わるんだよね。おう、遊びがある。もう気持ち出しても大丈夫かな。これはこっち側の表がまあいいや。で調整するんだけど、利き代が、うん。もう気持ち出そう。よーし。あ、そうだ。それとあとバキュームのホースを下側じゃなくて上側、上側を通します。の方がいいらしいです。それも教えてもらった時の。よし。ちょっと踏んでみよう。あ。ほんの数ミリだけど。まあ、これね、まだ不安がかかってないけど。それでも変わるもんだな、やっぱり。うん。すげえ。よし。
では今度この室内側の、後ろに出てるところの調整に入ります。多分前側はこれぐらいがいいと思うな。ちょっとやってみます。うわ、潜っていきます。ちょっと待って、ダラダラに汗かいてるぞ。おいタオルどこだ。ちょっと待って、暑い。めちゃめちゃいい天気だもんね。ああ暑い、夏だな。おい、よし、ちょっと潜ります。よし、いい感じ。いいっすか。遊びをほぼなくした。あるけどね。うん、よし、いいんじゃないこれで。ちょっと待って、汗だくですよちょっとフラツかけてみますね。よし、ちょっとエンジンをかけてフラツをかけます。熱い。あ、いいね、いいね。よし、ちょっと待って。よし、では踏みます。映ってるかな。ああ、やっぱちょっと入るけど、ここで踏み代がもうありますね。うん、いいでしょう。いいでしょう。これなら。よし。オーナー様、ブレーキ終わりました。まだ走ってないけどね。それでは全てをちょっと元通りにして、で、一回ね、ちょっとタイヤはめる前に、上げてみますね。うん、で上げた状態でもう一回ここのちょっと、うん、調整をして、そしたらタイヤをつけよう。タイヤつけちゃうとね、また調整するときにね、この状態まで持ってこなきゃなんないので、クソめんどくせえのでね。よし、とりあえずこの外したものを全て元通りにしていきます。んでバキュームのこっからフワスを取るやつはもう上を回しました。はい、じゃあちょっとやっていきます。 OK、 どこも立ってないね。それで結構いろいろ変えました。オーナー様、ネジの向きとか、これ逆だとバラせないんですよ。なのでそれを逆にしたりとか、ちょうどいいところに回してあげたりとかね。うん、よしよし。ではちょっとリアに移ろう。ちょっと一服していい？暑い。高さだと思う。そうね。でこの時点で、いやーちょっときついかな。もうちょっと緩めた方がいいかな。ちょっと待って、カメラを貸して。踏んでみよう。ちょっと、あ、ちょっと。若いんじゃねえ。でも調整するなら今のうちどうするか。引きずるほどのあれではないな。でもこれで一回行ってみよう。もし走ってあれだったらいいや、もう一回ここまでやりゃ。よし、ではもう一回漏れを4箇所全部見て、大丈夫だったらタイヤつけますね。はい、
3箇所はいいんですよ。カラッカラに乾いてる。ここね、やっぱり。なんか湿ってるっぽくない？ワッシャーの方は大丈夫ですけどね。ブリーダーの方ね。ちょっと待って。もう一回掃除して乾かしてみよう。ね、今乾いてますよね。なんか湿ってくるんだよな。もう一回踏んでみようよ。ちょっと踏んでみます。いい感じだな今。いい感じですよね。まあ風圧かかってないですけどね。風圧かかるともうちょっと奥からグーって入っていくのもなくなりましたね。よしよし、よかった。マッサージリンダー交換しちゃなくてよかった。いてっ。ちょっとタイヤつけていきます先に。はい、まずは一番下まで一回下げて、この段階でタイヤをぶち込んで、ちょっと先にあれだ、もう一回エンジンかけてエアー溜めてバッグを膨らましますね。はい、いいエンジン始動。今ちょっとエアー溜めてます。うん、これだったらいいだろう。ちょっとでもなんかやっぱ軽い気もするけどね。まあでもこれだったらいいでしょう。エアはまだかな。今ゼロだもんね。もう。もうちょっと待とう。ある程度入りました。よし。ちょっとこれで、ね、よし。まあ膨らんでもどんちゃん上げないと落ち着かないですけどね。よし。ちょっと向こうから行く。潜って、ここ盛大に排気漏れしてるよ、あっちこっちから。あ、いや、ちょっと止めちゃいますね。ちょっと5時になったんで、くーちゃん散歩に先行ってきます。はい、行ってきました。暑いんだな、くーちゃんいつもより10分ぐらい短いぞ。よし、そんな感じでやっちゃいましょうよ。よいしょ。ちょっと待って、今最後のネジを1個締めるんで、ちょっとやってきます。そっち。ちょっとね、今電気が切れちゃったんで、ちょっと充電しよう。ちょっと休憩します。まあ、とりあえずこれでね、明日、テストラン。テストランだな。大丈夫なようだったら終わり。うん、ちょっとサイドブレーキは明日もう一回調整してっていう感じです。なんとかここまで来ました。やっとだ。とりあえず明日朝漏れがないか確認して、後ろはもう大丈夫だと思う。フロントの漏れがないか確認したら
サイドブレーキの調整をして、タイヤつけて地面に下ろしてテストランします。うん、大丈夫なようだったら終わり。多分大丈夫だと思うけどね。はい、ここまで来ました。